はい、皆さんこんにちは、レクセニー講師の海野です。今日はですね、レクの司法書士の初級講座を受講されまして、令和4年の司法書士筆記試験に、1回の受験で合格された方を、お呼びしまして、ちょっと簡単にお話を伺っていこうと思います。それでは曽我さん、ちょっと簡単に自己紹介、よろしくお願いいたします。私は、主人が元司法書士で、それで司法書士を目指しました。で今は主人 の事務所で補助者として働いています。お旦那様が司法書士でいらっしゃって、で、お子様も小さくていらっしゃるんですよね。そうですね。じゃあ子育てしながら補助者もして、で勉強もしたっていうことで、いや今日はちょっと簡単にではありますけれども、そのところをですね、ちょっとお伺いしたいなと思います。じゃあレックを選ばれた理由は、はい、レックはうちの主人がレックさんで一発合格したので、主人のおすすめでもうそれでレックさんにもうすぐ決めました。旦那様もレックで一発合格すごいですね。夫婦で一発合格あんまり聞かないです。っていうか、私23年講師やってて初めての件で、この間合格のご連絡いただいた後、もうスタッフにちょっと聞いて夫婦で司法書士一発合格ってすごいよねっていう話をちょっと共有させていただいたんですけど、一発合格できた、なんかこう秘訣みたいなものはありますか？秘訣は、とにかく私は法律を学ぶのが初めてだったので、何もわからない状態で始めたので、もう言ったら先生の言うことしかもうする術がないというか、他のやり方も何も知らなかったので、とにかく先生の言った通りにもう始めた時からもう終わりまでもうブレずにやったことかなと思います。学習カレンダーとか出したじゃないですか。何月何日、今日はこれをやりましょう、明日は何をやりましょうっていうようなカレンダーを私のクラスが出してるんですけど、その通りに、その通りにやって、ただもう私子供がまだ小さかったので、正直計画通りにいかないことがすぐあって熱を出たりとかで、ちょっと自分なりにちょっとアレンジしたけど、でもカレンダー通り。じゃあ講義を受講をし終わられて、直前期はどのように勉強されていらっしゃいました？4、5、6月ですね。4、5、6は宇野先生の嘱託を、受講して、先生が作ってくれた表の通りに民法何個とか順々にやっていって、表じゃあできました？全部やりました。皆さんね、やっぱり一回で受かられる方、皆さん表の通りにやりましたっていう方が多いんで、じゃあ表通りに受験していただいた。なんかこう あれですか、このやり方が良かったみたいな、こう例えばこれから勉強を始める方に何かこうアドバイスできるようなことありますか？でもとにかくあんまり自己流に走らないこと、もうこの先生でもう試験までやっていくって決めたのであれば、もうその先生の言うことに乗っていくっていうことかなと思いますね。でもあれじゃないですか、旦那様とかいろいろこうああだこうだ言ってきませんでした？旦那さんはね、やっぱり自分がね1回で合格しているので、ちょっとそのプレッシャーはありましたけど、いやそのプレッシャー大きいと思いますけどね。いやそのプレッシャーにあれですか、いや私逆に同じ立場だったらちょっときついなとで受かられた後、どうでした、旦那様の反応は？家で見たんで電話したんですけど、まず1回目留守電サービスだって。ということで旦那様に電話した、受かった後に、留守番サービスだって、それで入れたらすぐ帰ってきておめでとう。じゃあもうしてやったり顔で、もうドヤ顔で報告ね、していただきたいなと思うんですが、それでしたら法学部とかではなかったんですよね？ですよね。じゃあもう法律を勉強するのはもう本当に初めての状況で、ね、旦那様の
サポートがあったとはいえ、法学部ではなくもう1回で司法書士合格されて、でそれもお子様は育てながら、いや本当にあのね、これ聞いてくださってる皆さんにとってもすごくあの、なんでしょう、支えないしはあのすごくあの、ね、力になっていくと思います。あのレクではですね、あの今2024年合格目標のですね、初級講座、続々とスタートしておりますから、ぜひあのもし司法書士になって人生変えたいな、多分曽我さんの人生ももう、あ、まあ、あの旦那様のことを、ね、あのご存知ですから、その人生があの大きく変わるというのはまたちょっと違うかもしれませんが、でも多分今までのご自分と多分大きく変わっていくんだと思うんですね。そういうあの方を本当にあの送り出したいなと思ってますから、ぜひあの興味のある方、レックのですね、コールセンターないしはあの各レックの本校に、問い合わせていただきたいと思います。それでは今日は曽我さん、あのどうもありがとうございました。どうもありがとうございます。